というわけでお世話になりますゆうちゃんです。さあ本日動画を撮っていくのはこちら、じゃん。 TPMS タイヤ空気圧モニタリングシステムというものになります。九州のですね、鹿児島にあります T&D レグルスという会社が発売元になっています。タイヤの空気圧をこの機械で常時測定をして、パンクとかバーストとかの前にですね、タイヤの状態を常に確認しておこうという機械になります。それでは中を見ていきたいと思います。はい、それでは中を見ていきます。はい、まずですね、こちら取扱説明書になります。はい、見てみるとわかるんですが、すべて日本語です。そしてかなり、細かい、詳細な使い方記載されております。この辺がですね、中華の安いものを買うとですね、あまり日本語で細かく説明してなかったりするので、非常にありがたいかなと思います。次に、こちらがナットですね、とレンチが入ってます。そして両面テープが入ってますね。この両面テープは、こちらのダッシュボードなどに固定するものになるかと思います。で、あとこちら、スリップ防止マットですね。これは、ダッシュボードに接着はしないけれども、この受信部を置いても滑らないようにするというものになるかと思います。はい、それではですね、受信部分、表示部分を見ていきたいと思います。こちら、まず一番上にですね、ソーラーパネルついています。通常時はこちらで充電をしてくれるので、電源というのは必要がないということなんですけども、もしですね、ずっと暗いところにあって充電できなかった、屋内ガレージなどで太陽光が当たらなかったという時に、先ほど見てもらったこちらのマイクロ B 端子ですね。こちらをこの本体の後ろにあるこちらの差し込み口につなげば充電ができるということになっています。こちらの面は特に何もないですね。はい。で、こちらの面にはボタンが3つついています。左側から、オン、セット、リターンのキーになります。で、これはこの後ですね、いろんなことに使っていくことになるかと思うんですけど、正面が表示部になってます。で、こちらの表示部を、点灯するために、今こちらのサイドにある3つのボタンのうち、両側のボタンですね、これを3秒の長押ししてみたいと思います。1、2、3、はい、これで今表示部が点灯しました。今送信機の方をつないでいないので数値は0になっていますけれども、ここに送信部分センサーをつけると数値が出てくるということになります。とりあえずこんな感じですね。はい、それではですね、ここからちょっとだけ真面目なだけどとても大切なお話をしていきたいと思います。この TPMS というのは無線というものを使っているんですけども、日本国内で無線機器として登録する必要があります。目安としてこちらですね、これ技適マークっていうものになります。一定以上の電波を飛ばすもの、例えばアマチュア無線とかもそうですし、まあ、おもちゃよりもうちょっと出力のあるトランシーバーとか、っていうものには必ずこういった技適マークというものがついています。おそらくほとんどの人が使っていると思いますけども、携帯電話にも必ず技適マークはついています。逆に言うと技適マークがついていない携帯電話を使っていると、それは電波法違反になります。日本の国内の、例えばドコモ、au、ソフトバンクなどで売っているものはまず問題ないかと思いますけれども、並行輸入で買っているようなものだと一部ですね、技適のない商品というのがあります。それも電波法違反になりますので気をつけてください。こちらですね、箱に書いてありますけど 214-110-711、 これが技適番号ということになります。ちょっと説明書でも確認します。はい、説明書の裏ですね、こちら、認証登録番号という形になってますね。技適番号が 214-110-711、 先ほどの箱と同じです。そして電波法による
製品型式名 DDSCW100 の R03429.5/JS の CW100 となっています。はい、今こちらですね、214-110711というのを検索で入れてみました。そうすると一番上にですね、もうすでに総務省電波利用ホームページ技術基準適合証明等を受けた機器の検索というのが出てきますので、こちらをタップします。はい、そうすると、こちらですね、先ほど箱と、説明書ですね、表記のあったものと同じものが出てきます。 TDSCW100 の R03429.5 のスラッシュ JS の CW100 というのが見えてきます。これがですね、いわゆる議定機というのをちゃんと取れてますよという証明になります。日本国内で使って間違いがないですよ、違反になりませんよという確認になるかと思います。で、一応念のため確認しますと、使っている周波数ですね、429.5MHz となっています。海外製の安い TPMS だと 433MHz というものが多いかと思います。それはですね、非常に飛ぶ能力の弱い微弱電波という、おもちゃのトランシーバーとかラジコンカーみたいなものと同じ程度の出力であれば周波数何でも使えるからいいんですけど、特定省電力とかアマチュア無線というものと同じような、出力になるのであればですね、 433MHz というのは使ってはいけない周波数になりますので、もし買うのであればですね、販売店さんに確認をしてから買われた方がいいかもしれません。それではこの後ですね、取り付けに行きたいと思います。はい、それでは発信機の方、こちらですね、つけていきたいと思います。つけるには順番が決まっています。前の左側、前の右側、後ろの右側、後ろの左側という順番で取り付けていくことになります。その前にですね、まず運転席の横に、うちの場合はあったんですけど、車両の空気圧が規定値がいくつかっていうのをですね、まず確認していきます。で、その後にですね、こちらタイヤバルブに異常がないか確認してくださいということですので、一応うちの場合はちょっと汚れがついているので簡単に掃除をしておきたいと思います。ここでこのセンサーをつけてしまいがちなんですけど、ちゃんと説明書を読むとですね、まずこちらの表示部の方、受信側の方のまず電源を入れてくださいとありますので、横のですね、ボタンの3つのうちの両サイド3秒間長押しで、はい、今つるかな、このように表示部を事前に出しておきます。で、この状態でですね、こちらの送信部をつけていくんですけど、その前に付属しているナットですね、これをまずこちらのバルブのところに軽くつけていきます。じゃあ今度は、このセンサーですね、つけていきます。ちょっとだけ今シュッと、空気の音がしました、漏れた音がしましたが、そんなに極端に出るわけではありません。で、今度はですね、先に入れたナットをこの、センサー側の方に戻していきます。これで固定になります。まず手でできるところまで締めていきます。はい、もうこれ以上締まんないなと思ったら、付属の工具ですね、こちらの、レンチで締めていきます。ここが、ホイールの形状によってはですね、ちょっと苦戦することがあるかもしれないなとは思います。はい、これで今締め終わりました。
で今これ左前なんですけど、この後ですね、前の右側、後ろの右側、後ろの左側と時計回りですねに全部締めていきます。今左前を止めたんですけど見えますでしょうか。すでに 2.7 と、数値が、もう表記が出ています。まあ、これ、この後全部のタイヤつけていきますので、そうすると全てのタイヤの表記が出るんじゃないかなと思います。この後全部つけていきたいと思います。さあ、それでは、受信部の方を設置していきたいと思います。はい、ということで今4輪ともですね取り付けを終わりました。右後ろだけ 2.6 で、他が 2.7 という数値が出てます。でタイヤの温度がですね35度から39度と、かなりまちまちにはなっていますが、今左側が、太陽ありますんで、まあ、左側の2つの方が暑いかなとは思います。で今現在気温が35度ぐらいはあるのでタイヤの中ちょっとさらに暑くなってるんであれば、まあ、これぐらいかなという状態です。うちの車前輪 2.3 後輪 2.2 なので、かなり高血圧状態になってるのかなと、思いますが、空気入れるときに空気圧高めでお願いしますって前言った記憶があるんで、やはり高いんだなという気がします。今度またチャンスがあったらガソリンスタンドなどで規定の数値で入れてもらって、この表記がですねどう出るのかというのも確認したいと思います。で今ですね省エネということで一定の時間振動がなかった、まあ、走行してないなどの判断をしている状態ですねになると表示部が消えます。でこれでですねまた振動などがあった場合、例えば今ドア開けただけですけど、これでまた表示部がついてくれます。じゃあちょっとだけですけど、走ってみたいと思います。はい、というわけでですね、だいたい10分ぐらい、走ってみました。空気圧が全部 2.7 で揃いましたね。とタイヤの温度がやはり走行した分だけ上がっています。下が35度だったのは37度まで上がってますね。タイヤの空気圧規定値が、まあ、2.3、2.2 なんですけど、夏場だと 0.4 ぐらいは上がることがあるということなので、まあ、ちょうど 2.7 になってもおかしくないかなというような数値になりました。という感じでですね、今回は鹿児島県にある T&D レグルスというところから出ています TPMS タイヤ空気圧モニタリングシステム TDM600EXSP というモデルですね、動画でご紹介してまいりました。とても説明書もしっかりとしていますし、セッティングも簡単でした。表示部の方がですね、配線がですねしてなくても動くというのが、これ実はですねセットするときにタイヤの横に表示部を置いて空気圧が来てるかというのを確認できるっていうのが一番便利だったと思います。これ有線だったらいちいち車の中に戻ってですね確認しないといけないので、その辺はソーラーの単体で動かせるっていうのはかなり大きなメリットではないかなと思います。はい、ということで私はこのように車に関する小ネタを動画で上げたりしていますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆様、次に会う日までバイなら、じゃんけんぽい。私は今日はチョキを出しました。皆様、私に勝ちましたか？熱い。